はじめまして、神の右足です。顔出しはしません。そもそも顔出ししたくありません。まあ大会とかに上位に残って YouTube とか出るんだったら顔出しはもうします。それが目標なんで。じゃあなぜ顔出しをしたくないかっていうのをエピソードを踏まえて語っていきたいと思います。理由は全部で7つあります。ではまず1個目。1個目はまあシンプルに僕がイケメンすぎて今、続きまして2個目。小4時点で母親からの呼び名がブサイク。これはかなり衝撃が走りましたね。多分小4ってまだ可愛い時期なんですよ。まだ全然いける時期でも、ちょっと顔が形成されてくる時期なんですよ。顔変わりの時期なんですけど、その時期なんでちょっと判断がしづらいんですけど、母親は早めに見切りつけて、あ、これもうダメだなっていうことで早めに真実を伝えようとして、あ、ブサイク。多分この言葉はもう脳では考えてないです。脊髄で反射します。とっさに出た言葉です。熱いものを持った時に脳で考えないでしょ。もう体が反応するんで、多分体の細胞が多分震え上がったんだと思います。僕の顔見て。以上です。苦しいです。気を取り直して3個目。姉に喧嘩を売るも秒で制圧される。これはですね、小学校の時ですね。今でも覚えてますね。まあ優しいお姉ちゃんだったんですけど、まあ喧嘩する時だってありますよね、兄弟なんで。でその時にもう小学校でお姉ちゃん2個上なんですけど、まあ体格も結構、女の子の方がなんか小学校の時って体格いいじゃないですか。身長もあって伸びるの早いんで。で男子はまあ中学校ぐらいから伸びてくるっていう感じで、その体格差があったんですけど、もうなんかもう怒り狂って、もう やろうと思って、もうリモコン寝てる姉の頭にこうそっとこうトスボールみたいな感じでトスする感じでこう投げたんですよ。で投げてちょうど頭にクリーンヒットして、でそっからカッチーンってきたんでしょうね。もうね、すごい勢いでしたね。はい、まだまあ試合内容はもう朝倉未来対ケラモフ見てもらえば分かると思います。でまあ後に言ってたんですけど、お前の顔見たら一瞬でバカ力出たって言ってました。カジマのバカ力一瞬で出ましたって言ってました。はい、4個目。集団で不祥事を起こした時にお前だけは絶対許さないからなって高確率で言われます。はい、これはですね、まあ集団で怒られる時ってあるじゃないですか。まあ部活でも何でも、まあ学校生活でもありますよね。でその時にまあみんな平等にまあ普通に怒られるんですけど、何をしとんだって、まあ、全体に向かって、でそれがちょっと終わった後にお前だけは絶対許さないからなっていう言葉が飛び交うんですよ、たまに。そしたら大体僕なんですよ。なんか目の敵にされるんですよね、この顔。なんか腹立つんでしょうね、多分。それだけもうなんかトラップカードみたいな、伏せといてほしいですね、僕の顔。とりあえず人生で伏せといて、もうダーンとトラップカードみたいに、あの罠みたいに出してやりたいですね、人生の。はい、5個目。ボールと間違われてラグビーの試合が始まりそうになる。はい、これはですね、中学生の時ですね。まあ僕の顔がなんかラグビーボールに似てるか知らないんですけど、なんかこう昼休憩の時とかに、おいラグビーしようぜみたいな、おい行かせたいみたいな、で気づいたら僕の顔だったという。マジで嫌すぎて螺旋丸の練習ひたすらしましたね。そして螺旋丸打ち込みたいランキング作ってましたね。そして6個目。友達に俺がお前だったら死に物狂いで整形代稼ぎに行くって言われた。これは知らん。はい、7個目。顔出ししてない時点で視聴者にバカにされてる。これ顔出ししたらもっとやばいことになります。本当に被害が拡大するんで、ちょっとやめときましょう今は。プロになって出るんで僕は、しっかりそこですよね。でもしかしたらまあ流出したりとかしたらまあ出るかもしれないですけどね。以上が理由でした。ありがとうございました。6割嘘です、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 6割嘘です。